一人でね、ファミリーマートのコーヒーを持って動画を撮りました。楽天カードの気持ちです。この前家でコーヒー飲もうとしたら大変なことになりました。今度はアキラです。家ではコーラしか飲みません。林和也です。いつ出てんだろうな。楽天カードの動画って多分13日の金曜日あたり出ると思うんですよ。おー、復帰しないですね。よろしくお願いします。節約大全公式チャンネルです。今日はね、ファミペイすごくいいキャンペーンをやっていて、それの話をしていきたいと思いますので、早速画面を見ながら話していきましょい。これ40倍ってすごくない？そうです。40倍というとファミペイの通常は 0.5% なので20%オフ。お、違う、オフではない。リターンリターンリターン 20%。 40倍って書き方がね、やらしいね、やらしいね。40倍なんかちょっと大きく見せる書き方してますけど、だけどこれはもう問答無用にお得ですよね。いや、そうですね。はい、通常 0.5% のところ 20% ファミペイボーナスが返ってくる。ただキャンペーン終了時点で銀行口座かファミマティカードの登録が必要です。ファミペイに銀行口座とか紐付けてますか？付けてる。付けてる、付けてる。あ、じゃあもう2人とも OK。 俺はファミマティカードを紐付けてる、だから OK。はい、実施期間は8月3日、もう始まってますね、とっくのとんまり。23日の月曜日までです。期間限定ファミペイボーナス1950円相当がもらえますというやつでございます。これはね、本当に簡単です。ファミペイが使えるところならファミリーマートじゃなくても使えればいいんだよね。そう、ファミペイの使えるお店はこちらっていうのがリンクがあるので、これで見てもらえばいいんだけど、はい、ただ対象外の街のお店っていうのは、あきらさん大好きなドラッグストアとかですね。そうですね、ウェルシアとか使えそうだからちょっとね、そう、気をつけなきゃいけないですね。対象外ですばっかりや。そう、それはちょっと使えないという話ですね。注意するのは、まず公共料金、各種代金を支払い、ファミペイ請求書支払い、お試しクーポンご利用時のファミペイ払い、これは使えないので、ここはちょっと注意する必要があるかな。もう一点注意事項は、ファミペイでのお支払い金額が200円に満たないお取引。ファミペイってそもそも200円以上じゃないと、そのボーナスがつかないじゃないですか。そうですね、うん、だから200円に満たないお取引はダメ。200円以上のものを必ず買う。はい、トースポだけじゃダメだと。トースポじゃ足りないので、はい、ついでに何かをつけてください。まあ、いつものエロ本つけとくかね。あ、あれか、ジェラベッピンかっていうのと、あとファミペイ払いでのクオカードご購入分はダメということになっています。はい、金に換えるなんてやるのかな。そうですね、うん、はい。ただそのクオカードはダメなんだけど、ポサカードはいいんですよ。お、金に換えますねポサカードとは、はい、このあれですね、あの iTunes ギフトカードとか Google プレイギフトカードとか、まあ、Amazon ギフトカードとかいろいろこうガーっていっぱいあるんだけど、はい、こういうコンビニに売ってるやつですよ。はい、はい、楽天もあるし、ナイキギフトカードとかね、バニラビザギフトカードとかいろいろなものがあります。はい、でコンビニでこうやって売ってます。これね、iTunes カード、今写真ここに出てね、僕がコンビニで撮ってきたやつ、さっき昼に。これ全部買ってきたってことですね。これ全部買いましたね。店ごとくれって言ってね。いろいろあるのよ、こういうゲームね、任天堂ギフトカードとかさ、ゲームで使えるやつね。うちの息子が最近マリオメーカーで、その世界のコース、みんながなんか投稿したコースとかっていうか、はいはい、世界中の人たちが投稿したコースをやるために、その課金しないといけないんですよ。ああ、そうなんですね。任天堂なんとかって。月額306円とかなの。自分でもらった金から払ってたよ、300円え、自分で払うならいいよって言ったら、払うって言って危険な香りを感じましたこういうのが使えるってことだね。はい、っていうポサカードの話で、で、1万円までなので、はい、最大、はい、最大が1万円です。はい、期間限定1950円相当、うん、まあ要は2000円までってことなので、はい、20% だから1万円だよね。はい、うん、だから1万円なんだけど、1万円をこれ一発で、使ってしまうということで、まあ、僕は iTunes ギフトカードをもう買いました。後で見せますけど、うん、もう買ってきたんで、これね、ほら、これ買ってきたんだよ。バリアブルカードってやつね。この1500から5万円の中で金額を選んでレジで指定して、いくらにしますかって言って決める、このバリアブルカード、これがねミソなんですよ。これ映ってるかー、映ってるねー、ベイベー、オーケー、そういう感じで。なんで、このiTunes ギフトカード買ったら、まあ、理由があって、はいはい、さらにお得だからなんですよ。40倍のキャンペーンだけじゃないと。それですでに1950ポイントはゲットしてるわけです、ね、そうで、通常と合わせて2000ポイントはもうゲット、これでファミペイ使ったからできるんだけど、はいはい、さらに今ね、そこのさっきの写真 の上の方にも、ポップの上の方にも書いてあるんだけど、なんか 10% 分とかっていう、なんかそんな数字が見える、見えたんですね。見えたりしちゃった。はい、でそれがこれなのよ、iTunes ギフトカードのバリアブルを
購入すると漏れなく購入金額の 10% 分ボーナスコードプレゼント、だから1000円、そう1000円分で1万円を買うと1000円をさらにプラスしてもらえる、ファミペイボーナスが2000円もらえた、さらにこれで 10% 分もらえて1000円もらえた、だから僕は1万円を使って3000円お得になりました。ポイ活、課金もはかどるね、ザ・ポイ活、課金もはかどる。あとです、お見せしよう俺の課金している姿を。さらにですよ、このバリアブルカードじゃないんだから、その金額が決まってるやつじゃなくて、これだこれ、このバリアボ、バリアボ、バリアボ、ピントが、あ、バリアボ、それじゃないとダメ、はい、しかも締め切りが結構対象期間が短い、そう、そうなんやって、対象期間がもう15日までだから、8月の、だからこれはもう15日までにさっさとやる、iPhone の人はもうこれはいいと思います。あとね、番号の少しだけちょうだい。うん、使った後にね。そして、はい、さらになんだけど、さらにだ、はい、これを買うなら、はい、これですよ、見て、あら5日、10日、15日、20日、25日、30日、5と0の月日は、この iTunes ギフトカードと Google Play ギフトカード全商品 1.5% 還元ファミペイっていうことは、はい、11.5% ってこと、そう、だから150円また余計に乗っかってくるっていうことなんですよ。で、今日はそのレシートを見てもらったら分かるんだけど、20日、そう、8月5日なのね、8月5日、結婚記念日、俺の、あ、そうなの、そうなんやで、ありがとう、今日結婚記念日なので、はい、お二人から素敵なプレゼントがあるそうです。俺ちょうどギフト券を渡す、マジか、マジか、ありがとう、ありがとう、1万円しかないんだけど、いや、いいよ、1万円くれたら上等ですよ、いいの、これもらって、これ、あ、でもこれバリアボーカードじゃない、これ本当は5万円入ってるんでしょ、そういうサプライズ、いい、この茶番がどんどん動画になるなと思っていく、やっぱり熱中症対策が必要だってことじゃない、はい、あえてレトロな扇風機を、あ、じゃあもうこれ本当にもらうから、これ本当にもらうから、熱中症ですからね、残念じゃん、あ、あれ、まだない、あ、なんなのよこれ、まあ最初に言ったけど、ファミペイの 20% 還元プラス、iTunes ギフト普通に 10% 還元プラス 1.5% 還元、5と0のつく日で 31.5% の還元が受けられますよという話なので、ぜひ5と0のつく日だから5、10、15、今日これ出てるのは多分10日だと思うんで、今日今から、ファミマに走るか、15日に買うかっていうのをやるといいと思います。期間はたっぷりありますからね。いや、ない。あ、これは8月15日まで。これが、これが15日までなんですよ。だからそれが合うのが今日と15日しかない。なるほどなるほど。そう、だから今日が15日にこれをやってください。で、今日がいいよね。そうするとチャージのさ、なんかあれもね。そう、10日ですもんね。10日だと。そんな。おい、ハビペイチャージでいい日があるの。10日と25日だろ。もう忘れてんのかよ。やっただろ。なんかシュークリームとかなんかもらっただろ。シュークリームだっけな。カラー、そうですね。時期とかいろいろ。なんかやった気がする。手製ばっかだったもん。7月は。これだからね。だからこの後ね、全力で走って、ファミマに行ってください。そう、行ってください。もうダッシュダッシュ。もちろん、コツコツとファミペイ普通に支払いしていくっていうのもいいかなというふうに思います。ただし、まあ、iTunes ギフトはね、やっぱり、iPhone の人だけなので、まあ、そこだけはちょっとご注意くださいという話でございます。はい。すいません。僕らみたいな、はい、あの Android みたいな使ってる人たちにはこういうなんかお得なキャンペーンとかないんですか。僕ら、まあ Android ですけど。お前もか。はいはい、ありますよ。 Android の人のために、とっておきの情報もありますけど、ただ初めての人に限るんだけど、はい、あ、はい、こういうものがあるのよ。初めてご利用でもらえる、まず、はい、T ポイントが200ポイントで、さらに T ポイント 20% 還元っていうものがもらえるカードがあります、はい、その名もこれね、これか、それを買えばいいね。そう、これ T マネーギフトカードっていうやつを買う、これを買って T マネーギフトカードを買って、で初めて利用すると、これ使ったことある、これない、ないない、ない、ないだったら2人とも対象ですよね。はい、まず200ポイントもらえるじゃないですか、はい、でさらにこれでマスターカード、コンタクトレスね、コンタクトレスかまたは ID、どっちかでお支払いをすると 20% 還元、最大1000ポイントまで T マネーにチャージして使える有効期限のある T ポイント、まあ有効期限あるけど、20% もらえる、1000円だから
最大で5000円。そうだから5000円分買って、20% で1000円もらえるということで、いいっすね。いいでしょ、うん、あので初めてだと200もつきますか。そうだから1200、6200になるってこと。おー、いいっすね。うん、いいじゃないですか。だからこれを使えばいいですよ。でさらに5000円だからファインペイポイントも1000円もらえる。そうですね。そう、はい、ということは5000円使うだけでなんと2200。あ、めっちゃいいね。残りの5000円も普通に買い物とかで使えば40、うん、そう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 、うん、うん、そう、うん、すげえ。他のポサカード使っても2000円。はい、もちろん。そうかそうかっていうのがあるので、Android の方でまだ T マネーカードを使ったことがないという方は、こちらのカードがおすすめで、何使ってもいいと思うんだけど、Amazon ギフトカードとかもそうだけどさ、使うじゃん普通に。あのいつか、まあ、そういうの有効期限ないからさ、買っとけばね。そう、楽天エディのギフトカードにせよ、うん、なんで何かしら買っとくのがいいんじゃないかなっていうふうに、うん、ポサカードがね、楽でいいよね。あのいちいち計算とかしなくていいから、うん、はい、そういうのもありなんじゃないかなというふうに、思った次第でございます。じゃあ俺のこれをいよいよ使おうか。まずさ、これ使い方知ってる？こういうの使い方削るんだね。そう、裏にさ削ります。で、ここにあの番号が出てくるじゃないですか、はい、で、これをですね、それを写メ取ってこれに送ればいいでしょ。この、アップストアのアプリに行って、iPhone の人限定ね、人のマークをね、ここをタップ、ギフトカードまたはコードを使うっていうところをタップ。はい、カメラで読み取るボタンがありますのでタップ。はい、そしてこれを読み取る。早い。おー、すごい。はい、1万円追加しました。おー、あっちゅうま、あっちゅうま、完了。 OK。 さらにさっきのキャンペーンがあったじゃないですか。このキャンペーン、これは、メールアドレスとあれを入れれば OK だから注意ですよ。これね、ここだから入れるの、ここの GCA で始まる、この番号を入れないといけないですね。きたー。で、これをまた読み込めばいいってことね、はい、これ読み込めないんで、読み込めないのか、もう転入力でいくしかないね。これは今ね、クレジット1万円っていうのがもう入ってますよね、うん、はい、はい、ギフトカードまたはコードを使う。これまたこれでいくんですよ。そしてカメラって読み取れないの、これ読み取ってくれないんで、XCH、ちょっと待って、ちょっと、キーボード入力しよう。はい、やらない。CH、これ入んねえな。お、詐欺か、これは。という感じで、今使えなかったので、使えた様子がきっともうできましたということで、ちゃんとできましたっていうのがもうここには反映されていると思いますけど、はい、こうやって、iTunes カードは、ギフトカードは使えます。あの1000円が使えなかったら、俺は何のためにこれを買ったのか。まあ、そうだよね。Tマネーギフトカード買います。はい、ぜひ買ってください。以上です。これはちゃんと乗っとけよ、やっとけよ、はい、あ、アキラはやるんだよ。誰だよ、俺ね。ちょっと役に立つ動画だったと思うので、ぜひ、うん、いいねとチャンネル登録、はい、よろしくお願いします。それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いつか決めるぜ稲妻シュート、デデ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 デン、その時俺がスーパーヒーローさ。キャプツバがわかんないんですよ。まあ、つまりこれはいつ使われますかね。ちょっと全然わかんないですけど、エンディング、あ、エンディングですよね、これね。